漫画でっきょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。さて、お昼の12時になりまして、3.5 周年記念イベントの第3弾の告知がやってまいりました。というわけで今回もやってまいりましょう。祝、3.5 周年記念、赤の少女、第3弾、お知らせ確認雑談動画でございます。それでは早速確認していこうじゅのいこ。ではまずはじめにログインボーナスのお話から。3.5 周年超感謝ログインボーナス開催ということで、期間中最大14日間ログインで、最大で3000ジュエルニスタ在賞を140個プレゼント。今回もログインするだけで3000ジュエルゲット。これは大変ありがたやでございますな。そしてログインボーナスは、これだけではございません。3.5 周年記念 SS ラファエルプレゼントログインボーナス開催ということで、SS スタイルのラファエルと、ラファエルの専用ピースを600枚プレゼント。こちらは入手するのに期限なしとなっております。ラファエルは剣スタイルとして、実装。習得技は、追突剣、強振剣、剣戦プラスとのこと。強振剣は今回初実装の、スキルですかね。そして剣戦に連達が追加されまして、SSS 威力残横一列の、ファストかつ人間特攻の、おまけ付き、配布スタイルではありますが、周回や激裏でも活躍してくれそうなスタイルですな。また剣戦はアルベルトやリュートも使用可能な技ですので、ここら辺のスタイルも周回でさらに活躍してくれることになりそうです。ちなみに今回連達追加される技は、この二つ、剣戦と不動剣に連達追加となっております。剣戦はかなりの魔改造が施されましたが、不動剣がどうなるか、ですな。リレー技で行動順調性にしか使ってないような技ですが、こちらも何かしら魔改造されることを期待したいですな。さらにログインボーナスのお話、期間中最大5日間ログインで、プラチケ150枚、遠征チケット1500枚、スタ在賞70個プレゼントでございます。というのが、ログインボーナス関係のお話、続きましてガチャのお話、今回のガチャも盛りだくさんでございますぞ。まずは 3.5 周年記念、ロマンシングフェス、白バラ姫&アセルス編。今回のピックアップキャラは白バラ姫、アセルス、そしてコンスタンツの3名が、ピックアップのジューンブライドガチャですな。ロマサガ RS では初回の、ハーフアニバ以来のジューンブライドでございます。今回配布スタイルとして、実装されたラファエルとペアってことで、コンスタンツが実装でございますな。ラファエルが、僕の手を取って、コンスタンツが、私の手を、取ってと、しっかりイチャついていらっしゃいますな。リア充爆発しろ。そして今回実装の新スタイルの、方々はこんな感じ。白バラ姫が光術的性持ちの、剣スタイル。アセルスが召剣スタイル。コンスタンツは土術的性持ちの、コンボースタイルで登場。なんと白バラ姫とアセルスが武器種を変えて登場でございます。現状、光属性の剣や召剣の神武器を作りやすい環境ですので、この機会にそちらも合わせて作っておきたいところですな。そしてここからは復刻ガチャのお話。3.5 周年記念、ロマンシングフェス、聖王&ジャミル編開催ということで、こちらではバレンタイン聖王様、女装ジャミル、プロレスアザミ、正月メサルケム、旧正月オグニアナの5名がピックアップ。そしてこれだけではございません。3.5 周年記念、ロマンシングフェス、バッハシン&ウルピナ編ということで、こちらでは旧正月バッハシン、プロレスウルピナ、正月ラスタ版、正月レイ姫、バレンタインバウムの5名が、ピックアップ。これまた第3弾でがっつりと、有能スタイルを、ぶっこんでまいりましたな。3.5 周年で始めた方々もここら辺の、スタイルを、揃えることができれば、一気に高難度攻略を、進めることができるようになります。が、ちょっと一気にぶっこみすぎやないですかねー。いくらジュエル配ってくれてるとは、いえちと厳しすぎませんかねー。というのが第3弾のガチャの、お話。第3弾こそサルウィンがやってくる、
って思ってたんですがねー。そんなことなかったですねー。まさかこのタイミングでジューンブライドを、ぶっこんでくるとは。まあいつぞやの子供の日みたいな微妙なタイミングじゃないんでいいですが。にしてもアセルスに白バラ姫ですか。こう言っちゃなんですが、またですかというのが正直な感想ですな。この後7月半ばにサガフロの発売日記念もあるでしょうし、アセルスと白バラは、そちらでも良かったんじゃないですかね。まあ人気キャラですもんね。仕方ないことなんでしょうね。続きまして明日から始まります新イベントについて、期間限定イベント、騎士の生きる舞台、開催、育成上限は、HP2170 目安の、育成におすすめとのこと。こないだの古き刀より響く、声で上がった育成上限を、さらに更新してまいりました。もっとゆっくり育成上限上げてくれてええんやで。今回のイベントではコンスタンツと、ラファエルの S スタイルに、SS コンボや商談の、巻物、隠し秘伝書など多くの、アイテムを入手可能、そして技や術のランクアップが、発生しやすいイベントとのこと。3点、5周年になってたくさんの、スタイルが実装されましたからね。まだまだランク上げが終わってないスタイルもたくさんあるかと、思います。この機会に忘れずにランク上げを、終わらせておきましょう。特に手動でランク上げしないといけない補助技については、この機会に上げ切っておきたいところですな。期間限定イベント、怒涛の、大連戦、3点、5周年記念福間伝、第3弾、開催、全クエスト10ラウンド制の、勝ち抜けバトルで、大量の自動再戦チケットや、ジュエルをゲットできるイベントですな。3点、5周年から始まった大連戦イベントも、第3弾、第1弾、第2弾と何度や差し目でございましたが、今回は、果たしていかがなもんでございましょ。ミッションのお話、3種類のミッションをクリアすることで、3000ジュエルなどの報酬を、ゲット。またまた3000ジュエル、本当にありがとうございます。ミッションの期間は、7月1日4時まで、忘れずに回収しておきましょう。育成応援キャンペーンの、お話。期間中、新イベントとメイン前話で、一部キャラの能力アップが、3倍。対象キャラは新ガチャの、ピックアップキャラと残突属性の、スキルを持つキャラ。アビリティ付与期間は、7月10日4時までとなっております。そして武器種別での育成応援キャンペーンも、開催。こちらも新イベントやメイン前話で、一部キャラの能力アップが、3倍。育成キャンペーンのスケジュールは、こんな感じでございます。1日ごとに対象キャラが、変わってまいりますのでお間違いなきように。そして22日12時から28日4時までの期間中は、騎士の生きる舞台、古き刀より響く、声、メイン前は、魔物たっぷりの、洞窟修練、のクエストにて獲得スタイル強化経験値が、5倍。そして、魔物たっぷりの洞窟修練以外の、3クエストでは消費スタミナ半減となっております。そして28日12時までの期間中、期間限定でローディングイラスト変更。第1弾のお知らせでホーム画面の、BGM 変更が6月28日13時までとなっておりましたので、おそらくここで長時間メンテからの、生放送といった感じなんでしょうな。3点、5周年イベントの、第4弾なのか？それともまた別のイベントが、開催となるのか？これがわからない。続きまして6月25日の、お話。ロマサガ RS 海外版リリース2周年記念ということで、1000ジュエルをプレゼント。というのが今回のお知らせ内容でございました。第3弾もたくさんジュエルを、配ってくれるみたいで、これに関しては大変ありがたやでございます。が、それ以上にガチャの数がえげつない感じでございますな。3点、5周年でかなりの、ガチャが実装されましたからね。どのガチャを引くべきか、しっかり見極めてガチャって、行きたいところですな。以上、3点、5周年記念イベント、第3弾のお知らせ確認雑談動画でございました。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。